おつもりです。というわけで、本日は2023明治安田生命 J2 リーグの第29節東京ヴェルディ対清水エスパルスの一戦を見に今から、実際へ向かいたいなと思います。今日は、仲間と一緒に車で、静岡から東京へ行きたいなと思います。どうも仲間です。久しぶりです。久しぶりですということで早速行ってきます。行ってらっしゃい。いや行く、お前も行くんだよ。風味なんかうめえな。うん、マジうめえ。今日も見た目とかって焼きたてだね。ね、焼きたて。今日メロンパンなんですよ。メロンパン。は？さあ東京着きましたということで、なんとか駐車場も止めれたので、ねはい今から味の素スタジアム、はい、ここから徒歩20分まあ行きましょう行きましょう。坂道に比べたらね、ね、あいつの坂道意外ときついんだよな。意外とじゃなくてシンプルにきついんだ。それな。よし行きましょう。行きましょう。やばい、めちゃめちゃ雨降ってきた。なんで晴れとるやん。冗談じゃないんや。いいわ東京サンデーランデブー。提供魂、提供魂。さあ、というわけで着きました。味の素スタジアム。色が違うな。なんか似てんだよね、色が違うと。ね、おー、やっと着きました。やばい、もうめちゃめちゃ雨降ってる。これやばくない？これ本当にやばい。なんでこんな降ってんの？めちゃくちゃ雨降ってる。ぐちゃぐちゃ。もうぐちゃぐちゃや。もうぐちゃぐちゃや。もうぐちゃぐちゃだよ。悪いや。動画冒頭と動画中盤と動画後半で多分髪型全部変わってるの。それは。あら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 。綱島という地名があるんですけど、横浜の方に。こちらの方でお味噌を出してる方のあの大葉のサワーです。というわけで、実はですね、今隣にいらっしゃる方、実は僕の小学校と中学校時代の ALT の先生に来ていただきました。よろしくお願いします。お久しぶり。お久しぶりです。覚えてますか？覚えてる、もちろん覚えてる。わー、ちょっとあの自己紹介していただいていいですか？はい、じゃあバリーです。よろしくお願いします。イングランド人で、2004からエスパルスナットボール。わー、2004。初の試合は2004。どこに、イギリスに住んでるんですか？ブライトンと近い。ブライトン、最近の有名なブライトン。お、三笘選手の頑張ってるよ。めっちゃ活躍してる三笘。今ブライトンの、サポーターでも三笘選手の評価ってどうですか？0から100って。100です。100、101。めちゃくちゃ頑張ってる。サポートに大人気だしね。デビューした瞬間はその速さで
そのインパクトが周りの人がわーって感じ。本当に本当にいい選手です。日本語ピラピラですね。まあ、うん、忘れてるところあるかもしれない。日本4年ぶりだから、お小学校教師の勉強を取るためにイギリスに帰った、はいはい、だから今はイギリスの小学校であの先生、3年生の担任先生。おかわいい、7歳、8歳、かわいい。いいですね。そう、楽しい、忙しい、でも楽しい。エスパルス広めてますか？うん、そうそうそう。あの10秒途中とか時々エスパルスコールとかする。いい、みんな静かするように、はいはいはい、僕は急にオレ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 、子供たちが一緒にする。で、はい、集中。Be quiet。いや、Be quiet。そう。エスパルスのことは自分のクラス結構いるよ。いいですね。僕が小学校の時に ALT のクイズをやった時に、うん、ベッカムの問題出してくれたり、うん、あとブライトンの問題出してくれたり、うん、もうめちゃくちゃ覚えてます。なるほど、うん。でも4年間あの日本に来れなくて、うん、まあ、選手ガラッと変わったじゃないですか。そうそうそう。今一番好きな選手誰ですか？エスパルスの一番好きな選手、あのカルカルリーニョ。カルリーニョ、ごめん、カルリーニョ。そう、彼が結構インパクトが、はいはいはい、好き。カルリーニョ選手、一番じゃあ好きなチャンプとか、まあ、新しいチャンプが出てるから。でも一番好きやっぱり共に行こう、リバイブ。リバイブ、リバイブはそれがね、昔からやってたから、それがまだ好き。先ほどこの辺でやったよね。それがエスパルスって感じ。いやエスパルス愛がすごい、うん、気になったのがもう一つあって、はい、エスパルスの英語の公式をやってたんですか？ああ、そう、やった。え、どんなことやってたんですか？そう、それはね、英語のツイッターとか、はいはい、マッチレポート、はいはい、ホームページでアップ。それがね、2015から2017までぐらい、2年間ぐらいやってた。トトフィが、あ、リーチアウト、彼に、なんか、あ、バリーはなんか英語できるから、エスパルスはもうちょっと世界に広がるように、トトフィ監督から、最近話してないけど、でもその時はね、時々電話とか来た。そうそうそう、審判の向かそう、それでその機会でバリはツイッターとかやってくれますか、マッチレポート。でも最近やってないけどね。へー、そんなつながりあったんですか？うん。で、嬉しいのは帰国した時、クラブからシャツはもらった。で、後ろはバリに書いてあって、17年かな、そのちょっとカムフラージュ系なやつ。それが本当の宝物。素敵、めちゃくちゃ素敵。久しぶりのエスパルス観戦で、うん、一番注目してるポイントを。ああ、まあ勝ちたい、それが全部全部だって、ベルディは3位、僕たち4位。もちろん楽しめたい、友達とチャンスとか。でも勝ち3点はありがとうございます。こちらこそ、これからもよろしくお願いします。そうそう、よろしく。じゃあ山口店もね。ありがとうございます。ます、はい、バリー先生でした。はい、ありがとうございます。着きました、味の素スタジアム。よし、私ですね、なぜか、色が違います、去年と。はい、ただこの光景はちょっといい思い出があるんで、いいですね。続いて国民のグループのお知らせです。アジュタリコーナーの情報に載せるコーナー、続いて本日は、クリエイターの皆様を、スタジアムの審査に参加しますのは、あ、
サタラチアゴサタラアキボーン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 Yes, sir!
Go! 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 Go!
Thank you.
Thank you.
お疲れでした。いやいやマジでよかった。本当によかった。やったいやよかった。お疲れ様です。お二方とも。お疲れ様でした。これ何これ。あの Vlog のちょっと最後ら辺のパターンのところです。あ、そうだ。どうでした今日。いやもうまだだよ。まだ。確かにまだ3位ですもんね。3位ですもんね。ああ、これ喜び、まあ、とりあえず今日は喜ぶかもしれないけど、まずこっからっすね。こっからっすね。だからね、まだまだ思ったじゃん。やっぱね、暑すぎんだよ。風を起こす。あ、風を。毎年アジスタね、8月なんですよね。まあね、そうね。風を起こそう。違う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 。冗談言えるぐらいちょっと戻ってきましたね。やっとやっと戻ってきた。まあね、次からだよ。はい、次ホーム戻るでしょ。はい、ホームに戦でしょ。はい、山口と町田。はい、町田です。頑張ろう。山口です。頑張りましょう。ということで帰りましょう。お疲れ様でした。全然やりたい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 。ようこそグレモルの日常へ。チャンネル登録、そして高評価、グレモルの日常よろしくお願いします。シミーズ。